こんにちは。今日から始まる安心男着物、着物楽庵児玉です。今日は、先日、撮らせていただいた、楽庵でですね、江戸小紋、男のね、生地幅の江戸小紋を作ろうじゃないかということで、1年間ぐらいこうかけていろいろやってきたことで、で先日第1回目が上がったんですが、その後、私どものお客さんね、若いお客さんなんですけども、ね、せっかくだったら作りたいっていうところで、やっぱり自分はこういう色がいいよっていうことで、注文を受けて、でそれを、江戸小紋の金田先生に、お願いしまして、で染めに出してました。夏ぐらいにお願いをしたんですが、先日やっと上がってきまして、でその中で今まではね、裏生地の裏はそのままだったんですが、せっかくだったらこう両面染めようかというお話をいただいて、それが出来上がってきましたんで、ちょっとそれを、お見せしたいかなというふうに思いまして、でちょっと画像を動かします。よいしょ。こちらのものですね、いわゆる肩寄せという、いろいろな柄の江戸小紋、三役とはじめ、そういったものが入っているものなんですが、前回までは裏が染まっていないタイプで、こんな形で裏は染まってないものだったんですが、今回裏の方もこういう、巻き糊のような、形で、裏地を染めてもらってます。そうしますと、基本的に、一重で作って裏がこう返った時に、それからあとはこうして、分かりますかね、袖口のこう中がね、ちょっと見えた時なんかもちょっとおしゃれ、当然、逆に言えばリバーシブルということで、こちらを裏にして仕立てることもできますということで、こんなものが出来上がってきまして、で見ていただいて、3色ぐらいね染めたんですが、こちらのものがいいということで、でその中で、こちらのものですけど、これ通常の男性のものに比べてもさらに生地幅はこう広くなってます。で、女性のね、いわゆる尺幅という反物、いわゆるよく言うこの巻き紙というのが、これが一尺という幅なんですが、これと比べましてもこれぐらい広い生地を使わせてもらってるんですね。なんで、十分男性に使っていただけますし、逆にこれは、長着、着物はもちろんですが、羽織等々にすることもできます。で、今回ねそうした中で、ちょっとね、その方からせっかくだったら、当初はね、合わせを作る予定だったんですが、裏をねせっかくこう染めてもらったから、じゃあ一重にしましょうという話の中で、通常一重の着物の場合は一式当てといってですね、こちら僕の着物なんですが、一重で作りますから、いわゆるこの村上げ、男性の村上げというとこから後ろ幅いっぱいに、で脇のこう倒しの縫いのところまで、こういう一式当てという、これはうちでは、証券のかなり重めのものを、一幅で当てます。それがですね、お尻をへばれるとかそういうことを防止するんですが、通常こういう白で、やらせてもらってるんですが、せっかくだからですね、今回の場合、真っ白もいいんですが、ちょっとおしゃれにしようということで、こちらのものに対して、通常、裏側はこういった色が出てくるんですが、一式当てもですね、実はこういった感じでグリーンを染めようじゃないか。
ということで、まあ、色をね決めていただいて、一式当ても、この色を染めました。なので実際仕立て上がった時はよいしょ、まあ、こんな感じで裏地になるんですが、ここに対してこうしたですね、一式当てが後ろに当たってくると、まあちょっと裾がこうね返ってもこれもまたおしゃれじゃないかっていうことで、せっかくですから、まあこんなちょっとコートをしてみました。まあね、男性の方も、まあ、最近は本当にいろいろこうおしゃれ、になってきてますし、まあ、私ももうせっかくこういったものね、たくさん世の中にあるものじゃないものができた時は、まあ、ちょっとお金がかかってもこだわってみたらいかがかなということで、こんな提案をしまして、でこれから、お仕立てに、出ますので、まあ、せっかくですので、こうした、チャレンジをねこうしてくれるお客様がいらっしゃいましたんで、まあ、皆さんにもちょっと紹介をしたいということで、今回動画を撮らせていただきました。まあね、男性のものいろいろ、今はねおしゃれになってきてます。で、まあ、そういったこう提案私たちもさせていただいてますので、どうか何かね、男性の着物だけじゃなく、まあまあ女性も同じなんですが、こんなことしてみたいなっていう、ご相談があれば、私もにおっしゃっていただければいろいろさせていただこうと思ってます。まあ、次回ねこれ出来上がった時、またあの着想した時なんかにも、ちょっとお伝えしたいというふうに思いますので、まあ、経過をちょっと見ておいていただければなというふうに思います。では今日はそういうことでありがとうございました。